ねどこ行くの？母さんがどれだけ苦労したか知ってるのか。どっか行ったりしないって誓ったのに。虹が見えるぞ。Produced by Production Garage.大丈夫？大丈夫よね。ガンって言ってもすぐに死ぬわけではないんだし、それに今はいろんな治療法もあるってお医者さんも言ってたわ。だから落ち着いた？うん。こうすると安心するんだ。小さい頃親父がよくやってくれたんだ。お父さんが？今はどこで何してるかわからないけど、顔だってろくに思い出せないし。どこ行ったのかな。お父さんに会いたいの？多分死んでるよ。どうしたの？ねどこ行くの？ちょっと。
勝手に入って大丈夫なの？大丈夫だよ、看板があるんだから。ちょっとおかしいよ、看板なんてどこにも。虹が見える。虹が見えるぞ。小太郎。大きくなったな。ねえ、知ってる人？いや、わからないのも無理ないか。あなた、僕のこと知ってるんですか？知ってる。よく知ってると思う。ずっと会いたかった。あなた誰なんですか？そちらはお前の彼女さんか。いい人を見つけたな。どことなく母さんに似てる。誰なんですか？いい加減にしてください。そうか、そうだよな。これじゃ意味わかんないもんな。だけど俺はお前の父大平だ。違う、別人だ。ありえん。え、帰ろ。なんかおかしいって。簡単には信じられないか。無理もない。確かにこの体は俺の体じゃない。だが俺は島田大平、お前の父だ。その人に乗り移ってるっていうのか？あ、少し借りてる。え、帰ろ。普通じゃないよ。お前には辛い思いをさせてしまってすまない。ふざけんな！いい加減なこと言うな！ふざけんなよ！ふざけんな！やめて。すまなかった。死んだのか？ああ。なんで蒸発した？あの後、俺と母さんがどれだけ苦労したか知ってるのか？それはすまないと思ってる。すまないで済むわけないだろ。それで納得すると思ってるのか？本当にすまなかった。けど他に方法がなかったんだ。あの頃俺の事業が傾き、資金繰りがどうにもいかなくなって、自分の生命保険に頼る以外どうすることもできなくなった。失踪宣告。言い訳なんて聞きたくない。あの後母さんがどれだけ泣いたか知ってるか？どれだけたくさんの人に迷惑かけたか分かってるのか？俺は親父みたいに絶対ならないと思った。絶対、絶対ならないと思ったのに。you
当に幸太郎さんのお父様なんですか？ええ、やはり妻に似ている。妻は元気でいますか？はい。それはよかった。思い残すことはもうない。ふざけんなよ。何が思い残すことはもうない。母さんにちゃんと会って謝れ。それで、なんで思い残すことないって言えるんだよ。お母様はずっとあなたのことを案じています。今でもいつでも帰ってきてもいいようにとあなたの服を大切にしまっているんです。会ってあげることはできないんですか？本当に私にはよくできた妻です。ただありがとうという気持ちだけ。あなたのような人が小太郎のそばにいて本当によかった。これからもよろしくお願いします。最低だ。やっぱり親父は最低だ。何なんだよ。死ぬってなんだよ。意味わかんねえよ。なんで知らなきゃなんねえんだよ。俺は親父みたいに好きな人残してどっか行ったりしないって誓ったのに。なんでだよ親父。な、どうしてだよ。どうして。おやじ、おやじ、な、なんでだよ。そうか、このために虹が見えたんだな。幸太郎、幸太郎、元気で。あ、寝てしまったのかな。寝てしまったのかな。あ、そうか。掃除しに来てたんだな。え、あなたたちは、こう勝手に入ってきたらダメですよ。親父。え、私は父親になったことはないですよ。あ、ひょっとして島田さんお知り合い？ええ、息子ですけど。ああ、だんだんと分かってきました。私またやっちゃったんですね。やっちゃったって。ああ、私霊媒体質なんですよ。
たまにあるんです。気にしないでください。私ここの管理人やってる清水というものです。それで島田さんとお話できました？はい。それはよかった。これで島田さんも浮かばれることでしょう。ということはやっぱり、はい、島田さんはここで亡くなりました。あれは4年ぐらい前の秋頃だったかな。家賃を回収しにこちらに伺ったんですが、すでにこと切れてました。亡くなってから何日も経ってたみたいですよ。彼は孤独な人でした。人付き合いはなく、日雇いで生計を立てていたみたいです。死ぬ数年前からは体を崩し、満足な生活ができていなかったようですよ。あ、鍵ここに置いておきますね。後で返してください。お父さん、ここにいたんだね。ああ。あれ。どうしたの？お腹が軽い。まさかがんがきれいに消えるなんて。親父。Short Drama Channel, an actor's passion for acting. Japan's passionate video and movie distribution website, Channel Garage. Produced by Production Garage.